ってきました。ありがとうございました。チョーカーこちらです。はい、いや今回は少ないですねいやね、ちょっと今日厳しく寒波がね、来すぎて、あと事情を話すと、ちょっとこの後予定があって、何としても4時までに帰ってこって帰ったというので、ちょっと短い長考でしたが、はい、すみません。でも、この量だから、せんべいにしたいと思います。なので少ないし、下処理もしようかな、せんべい初体験。初体験。めちゃくちゃ美味しいよ。楽しいですもんね。楽しい。なんか想像がつかん。一滴一滴するのか。いや、一滴するあ、一滴ちょっと待って。カロテもろて。塩で鱗を剥がす感じよね。そうでございます。では、綺麗に並んでますか、はい、お、なんか適当にコメントしよるぞワカサギはスイカの匂いするって言われるけん匂いはしないけど一応言っとこうっていうしないする。スイカっていうかもう本当にボロボロつきやっけもうちょっとちょうだい、ごめん、あ、すいませんちょっとドバっていいよ、なんかね、はい、全然取れる感じがない。レッド、あ、もうよか、なんかね、スイカっていうかカブトムシの匂いです。カブトムシ、あー、でもわからんじゃないか、なんか、うん、あれ、アユは、アユがスイカや、うん、じゃなしなんかさ、カブトムシの匂いです。クズノリの匂いのせん、クズノリ、クズノリを知らんほら、頑張れ、クズノリの匂いのせん、はい、鱗取れましたそしたら次、内臓も取っていきましょう。はい、なんかギュッて出すんですけど、お尻のところ、お、なんかピュッて出よったよね。切る、ちょっとハサミで切ったらあんまややこしいかな。お、出た、あ、出た出た、あ、出る出る、なんかでも気持ち悪い、パッチって言われました。線でもいいとやろ、本来、うん、ですね。じゃあいけ、でもより美味しく食べる、なんでつけた、でもより美味しく食べる、あ、なんでもない、あ、なんでもない自然すぎてあ、なんでって言ってしまった自然すぎて理解の追いつかえ何が起きたの平気変だよ。これどうすんだよ。もうよ、ライさん、ちょっと。あ、わーってくる。背からしかね、うんこ取るぞ。パンって、あー、もうなんで徳ちゃんに仕返しせんね。なんで徳ちゃんの分を俺に。こうでしょ、順番。そら、俺を触りたかった。あー、はーはーはー。あー、現れました。あー、すごい。直でかけんな直直かけしようってしよう。しかもさ、パンってあこうんこばい入れよった完全品にうんこばい入れよったやばい、出てきた、これよかった、もう落ち着けて、おわいいか、あんま下品二人組と一緒の料理してちょっと待って、ちょっと待って、うんこつけようやつがなんて言うか、ちょっと待っても何もうんこつけてきたやろうかはい、小麦粉と片栗粉ですね、はい、混ぜてと、いつものように、うん、なんか本出しもいいか、うん、今回は若さゆとかやし、なんか青のり、青のりも入れていいと思う、うん、あー、美味しそう、入れていいですか、いいですよ、塩コショウもありだな、今回の、うん、ワカサギやし青のり担当、青のりドシュワルツネカネおぉよっ、そんなに隠しとった、さすがボス、そんなに気持ちが大したことやいやいやいや、なんか背があったとかやったらスティーブン背があるとか出てきよったやないですか、なんか青のりドなんて言ったやつかよ、青のりドシュワルツネカネシュラエッタ隠しとったシュラエッタ青のりと顔ちょっと赤だった危なかったんやいや、恥ずかしかったよ、面白かったけど面白かったよ、おい、なんで普通や、普通っていうか、しょうもなかったおい、待てます
あ、ほんの嬉しい。自分で出てる。自分で出てる。もう本当に水この量。もうちゃんいるだけ混ぜてって言うたら。いい香りですね、やっぱり。ね、何の匂いの塩？青のり。青のりの塩。青のりと違うとニューグロー。ニューグロー。熱くなってきた。笑いすぎて熱くなった。まさかここでこんなことが出てくるとは。坂のね。今日は面白かったね。ずっと笑っとる。今日は笑った。しかもずっとくだらんことにずっと笑っとる。それが一番幸せやけどね、くだらないあれやね。こんなもんでよかったです。ああ、よかったと思いますよ。よし、あーってなった。急に一回リセットセントタバコしようか。そこまでリセット。タバコバスしてから、じゃあ外行きまーす。すごっ。あかーおいすごっ。もう熱々。うん、さてか。それでは、はい、じゃあ、ソラナさんチャレンジしてみる、はい、アドバイスするけ、うん、しょっぱなから。しょっぱなって1回で終わるよ、うん、1回で終わりね、これ2回かな。うん、2回でも、服が汚れるね、うん、私やろうかな。いや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 、やる。やったら、うん、できる初心者でも全然できる、うん、あの横からバラい口出するけしつこかぐらい口出するけできる。まず、はい、ワカサギを粉につけます。全部半分ぐらいでいいかな。はい、で、はい、こうパタパタパタっとこうまぶしてもうて。なんで体そんな動くことあるかな。それで、あの、並べてください。並べる、うん、好きに並べてください。はい、いきますね。手袋ぐらい持ってこいてや。並べてください。ナチュラルもう好きな。え、並べる、ね、奥目が、こうね、前にこう押されていくけ、うん、あー、なるほど。まあ、でも、まあ、好きなにいいですよ、うん、話してもいいし、模様作ってもいいし、うん、あ、好きから何番テンパリやっと。なんか、あ、貴重面差が出ちゃってる。はよせろ。貴重面差が出ちゃってる。まあ、それも好きに。もう分からん。話してもいいし、くっつけてもいいし。そうなの。おかしかやろ。どういうこと。せんべいやもんね。せんべい、せんべいやもん。あ、でも一匹ずつ食べれたりしたらいい、よくない？うん、俺もそう思う。ねえ、どっちかというとそう思う。そうね、これちょっとでかすぎ。もう話したかもね、話した。これは、うん、あ、そうなの？いい話した。はい、全部させるって言うと。どういう感じでいいんじゃないかな。へえ。でもプレスしますか。はい。あ、もう。うん。もうここから、はい。プレスしてください。ジューってで、うん、ゆっくり、うん、ここと他は触って大丈夫。この白いところは、はい、なんで、わかりました。下ろしてみてください。あ、ありがとうございます。優しい。とりあえず言うとけみたいな優しいやつだ。バレました？でゆっくり潰していかんと、バーンって弾けて汚れるけん、はい。え、そうなの、うん？そこはゆっくりじゃなくてよか。当たってから。当たってからね。ここちょっとよろしい、これ持って。何？いや、よかごめんごめん、笑わんけ、ごめんって。この辺からゆっくり？もう当たってからゆっくり。いきますよ。はい、はい、どうぞ。ぎゅーっと潰していって、あ、もう大丈夫です。もういい？そしたらあとはこれを回していって、あ、はいはいはい、ゆっくり。で、このボルトが、このボルトが下に当たったら完了。でも早めに逆回し。早めでもあるし、これなんでこんなことやってるの？あ、通知押さえたまま、うん、あー、なるほど、あ、分かった。いいですね、いいですね。あ、もう OK です。あ、もういいの？ボルトに当たったけ。あ、
そう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 。そしてで、70… これでもちっちゃいけんね、うん、魚どうなんすかね。65秒とかそんくらいでいいかもしれない、うん、あ、これが秒数、へぇ、まあ、川魚県70秒いったもんよ。あ、70いったもんか。ガラガラだった喉溺れたあ、なんかいい匂い。うわ、ほんとや、青のりの青のり、言わんでおぉ、青のりとしまった青のりの、あ、もう70秒だったそしたら青のりついとらんしで、今そうだ、こっちや徳ちゃんからや結構上まで開けて、横に、あ、でもそんくらいでいいか。で、横にカチャって、で、ゆっくり開けてください。これベロベロになっても大丈夫、うん、はい、いきますね、はい、あ、もう大丈夫、パッて開けて、おー、いい感じ、いい感じで、タレをまた、あ、こっからまた、うん、ちょっと奥め、あ、まあ、徳ちゃん垂らしてあげて、あ、めっちゃいい匂い、お願いしますとか言うか、じゃあ行きます。あ、そういうことね。そうそうそう、で、多くない、徳ちゃん、うん、あの、うん、うん、何、何、何、貸していや、奥めにせんと、奥に多く、うん、手前のはみ出てしまう、こんな感じでいい。はい、じゃあお願いします、はい、次は100秒ぐらい、あ、100秒、110秒ぐらい、はい、同じ手順で、あ、そうからゆっくりっと、あとはこれを使ってゆっくり回していくぐらい、はい、なんかおかしかったねギャーって言うだけやツボの浅くなっとるやめっちゃいい匂いしよる。あ、いいね、でも上手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 、なんで笑いよ、ちょっとピーンってくるやろ。あ、これめっちゃはみ出てきた。もっともっと締めて、もっと締めて、はいよあ、いいね、あ、それで、うん、まあ時間を大きく締めて、なんでおかしかかんやろ。はい、はい、締めんといかんて。あ、これはもう行こう、もう締めていこう、このボルトが当たるとこまでだけ、全然まだ、はい、もっといける。いいやー。タンタンって叩く感じで。あ、いいね、いいね。まだまだ。あと何ミリか。まだまだ。もうちょい、もうちょい、もうちょい頑張って。まだよ。いやー、入れすぎたですね。こっちも。仕上げは陽大さん。よし、OK。 もうなんでみんな笑うの、めっちゃ面白くない？なんで面白くない？いつもこんなことになるの？いや、これちょっと出過ぎやけど、まあまあ別に。あ、音や、音は毎回出るよ。なんならタコとかの方がすごい音で。いいよね。ワカサギは、うん、楽しみ、めっちゃはみ出たね。ちょっと多かったですね、あれ。言って、徳ちゃんに言ってよ、めっちゃ出たね。めっちゃ出たね。めっちゃ出てしまった。まあ、でもこうなるとしょうがねえか。あ、間違えた。間違えた。あかん。こうなるとで切られて、しかも140秒だった。こげるこげるこげる。なんか盛り上がりすぎた。あ、もうちょいいけそう、もうちょいいけそう。あかん、あかんやったね。じゃあ、いきますね。はい。はい。パカーン。おーおー、おー、すごい。うん、いい感じ。これもう完成。完成です。これなんで、ぶどう蒸しのことになってる。入っとる。さっき見たけん、それちょっといか。あっ、あっ、ほら。食われんことする。もろ。ちょっと触らして。もろ。ちょうど。ちょうどで、ちょうどで、ちょうどで、ちょうど青のりが顔のことになってて、なぜなんで、ほんまや、虫じゃなかった。青のりが顔のこと、両手で持ってよ、両手で、できました、ちょっと熱いけど、できましたっつって、うわー、すごい、ここがいいね。あ、そうね、うわー、あ、すごい、化石のことして、発掘しました、ね、ナイス。すごい。じゃあそこから割ってそれぞれいただきますか。いただきますか。はい、りますか。じゃあちょっと俺もらいますよ。そろそろ気持ちいい。ちょうど端っこに来とったの、なるほどね。
じゃあちょっと先にいただきます。はい、熱々のうちに。おちょうど終わる。あらら、いいやんね、これ。いい感じ。うん、ワカサギの味もするのに美味しい。すごい。4人でおかしいんだよ。ワカサギ悪いみたいな。いや、ワカサギめっちゃうまいよ。美味しい。うまい、うまい。魚って結構成功するんだね。いただきます。美味しい。あー、うまい。おいしい。なんかね、イワシの干物の味が、うんうん、煮干しとかですね。うんうんうん、あ、うまい。ね、煮干しせんべいみたいな感じ、うんうん、めっちゃうまい。なんかカルシウム感を感じる。あのね、ほんとそう、あのほら、小魚アーモンドの小魚のみりんが足りてない感じの、ね、なるほどね、めちゃくちゃうまい、うん、あとやっぱこのアーモンドリゾシュラルスネーカーがうまいうるさ楽しかったね、うん、一日通してめちゃくちゃ楽しかった、いい回でした、ありがとうございました、めっちゃ楽しかった、いやマジでうまい、うん、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、はい。